日本東京都豊島区千早千早は、東京都豊島区の町名。現行行政地名は、千早一丁目から千早四丁目。郵便番号は一一七のゼロゼロ四四。東京メトロ有楽町線、東京メトロ副都心線,線、千川駅、金目町駅の南側の地域であり、北側に、金目町、板橋区向原、東側に西池袋、南側に長崎、西側に、 練馬区朝日が丘に接している。しかし、最寄り駅の千川駅、金目町駅はいずれも金目町になる。主に住宅地として利用される。一丁目側は東京都道317号環状6号線、首都高速中央環状新宿線と接し、三丁目、四丁目は東京都道420号サメズ大線線が通っている。住宅地の地下は、 2017年1月1日の工事地下によれば、千は谷の44の8の地点で48万6千円平方メートルとなっている。かつての長崎村の一部で1871年11月に浦和県から東京府に編入された。1932年に豊島区の一部となる。2018年10月1日現在の世帯数と、 人口は以下の通りである。区立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。なお、豊島区の小中学校では学校選択制度を導入しており、以下の指定校に隣接している通学区域の学校も選択することが可能。ありがとうございます。